今お願いします。お願いします。さて、まず初日ですが、今終えて率直に今のお気持ちをお聞かせください。疲れました。練習いかがでしたか？そうですね、やっぱ久々にこう気持ちの入った練習できたんで、はい、よかったです。オリックスのこのチームの雰囲気、実際に練習してみていかがでした？いや、すごい明るくて、はい、溶け込みやすかったです。特にこう誰か選手がよく声かけてくれたなっていうのはありました？そうです、まあ、やっぱ外野手だったら坂口とか T とか、はい、あと宮崎、もうすっかり溶け込んでますね。いや、まだちょっとね、初日なんで。なんかランチの時にはちょっと坂口さんが糸井さんのことを呼びに行くようなシーンもありましたけども、あれは何か？そうですね、まだなんか一人やからかわいそうやからとか誘ってくれました。はい、でその後ちょっと出てくる時も坂口さんが呼びに来たりとか。そうですね、はい、どういった会話されるんですか？会話ですか？はい、坂口さんとは。いや、もうたわいもない会話です。初日からバッティング練習では柵越え連発されましたが、はい、ご自身手応えはいかがでしたか？そうですね、ちょっと最後の自主トレ期間動けてなかったので不安はあったんですけど、まあ、まだちょっとふわふわしてる感じありますけど、はい、まあ、気持ちは入ってたので良かったです。はい、キャンプ初日、今年 WBC がありますので、はい、まあ、例年とはどういったこう調整方法が変わっているのかっていうちょっと教えていただいていいですか？調整方法、初日としては。いや、初日特に変わってないです。はい、それ WBC を意識した何かこう練習など、特に初日されたことなどありましたか？いえ、ないです例年通りのメニュー通り。はい、ちょっと昨日もお聞きしたんですが、改めて今体としては一番いい状態からすると何割ぐらいがこう実際キャンプインしてみて動いてみて。まあ、6、7割ぐらいですね。これから10割にこう上げていく時期になってくると思いますが、はい、まあ、どこを一つはまず目標として体を作っていかれようと思いますか？そうですね、やっぱ WBC があるので3月には試合には最高の状態で臨めるようにしたいと思います。はい、で改めてこの新天地で今スタートしましたけども、はい、かける思いをお願いします。いや、もうすごいチームの一丸となって勝つんだっていう雰囲気が出てるので、まあ僕もそれに負けないように、貢献したいと思います。はい、ありがとうございます。代表で他に質問がありました。すみません、森脇監督が、はい、さっき糸井選手がすごいのはその他の選手からも学ぼうという姿勢をすごい感じるって監督がおっしゃってたんですけど、はい、このチームに来て、はい、なんかこういうところを他の選手から盗みたいみたいなところってどういうところがありますか？盗みたい、そうです、やっぱ外野手もすごいいい選手が多いので、まあ、坂口とかやっぱ野手転向した時から一目やったんで、はい、そういうところから吸収したいと思います。はい、まあ、それと今シーズンのテーマがスピードアルファ、はい、ということなんですけど、糸井選手はどういう、まあ、アルファというかどういうスピードを、はい、まあ、このチームに加えようと思ってます。どういうスピードですか？なんですか？早寝早起き。グラウンドではどうですか？グラウンド、そうですね、グラウンドですか？まあ、状況判断だったりそういうのをしっかりやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、もう一点よろしいですか？はい、オリックスのユニフォームを着て練習されましたが、はい、ご自身ではどういうふうにこうユニフォームを着た自分の姿を見て思われました？似合ってない。、はい、
そんな似合ってないと。どうですか、僕わかんないです。結構似合ってるんです。これから馴染んで本当行かれますね。少しだといいですけど。